皆様こんにちは。今日は2021年7月16日金曜日です。今日のテーマについてですが、沖縄から出発されたアメリカの軍の飛行機が台湾に行きました。次ですが、中国の宣伝部、海外の宣伝部が中国の国内で宣伝するようになりました。これで国内で海外での宣伝をもう自慢されたり、あるいはバレてしまった。これについても話をしたいと思います。次は中国の経済の事情、今年の後半、そして半年前半について話をしたいと思います。昨日沖縄から出発されたアメリカ軍の飛行機が台湾の松山空港に着陸されました。十数分後ですが帰りました。 C-146A アメリカの行政飛行機ですが、見た目では普通の飛行機です。個人の飛行機のように見えますが、アメリカ軍のマークなどはないんです。軍の飛行機は着陸後、飛行機からアメリカ軍6人、7人、8人くらいでしょうが、が行って降りてきて、空港の方と話をしました。これは写真も撮られていますので、これはある意味、フォトコールというふうに思います。十数分後帰りましたが、台湾の説明では、台湾の空軍は知りませんと。台湾のリンゴ日報の報道では、この飛行機は荷物を運んできましたと。AIT という組織ですが、アメリカ・インスティテュート・イン・台湾ですが、これは台湾にいるアメリカと台湾の在台湾の協会ですが、この協会に友好協会のみたいんですが、やはり中共を配慮されていて、アメリカは台湾で大使館、領事館などは設置されていないんです。いや、そこにこの事務所ですね、みたいな形を設置されていますが、この事務所、協会に荷物を渡したというふうに説明されています。台湾の報道を見ると、郵便物を届くために来ましたという意味ですが、でも中国の国防長官は怒りました。アメリカ軍の飛行機は台湾に着陸するのはダメですよと。台湾は中国のものです。外国の飛行機は台湾に行くとなってくると、やはり中華人民共和国の政府の了承を得ないといけないですよと。これは侵略的な行動です。侵略すると後悔させるよと。アメリカに教えてやる。火の遊びをしてはいけない。挑発すると後悔させるというふうに結構強い姿勢で批判しました。去年8月ですが、アメリカ軍デジタル偵察機ですが、台湾から離陸されたんです。これが中共に気づかれたんですね。でもこの飛行機はいつ台湾に着陸したかどうかはこれがわからないんです。当時中共のメディアは言いました。これからもしアメリカの軍の飛行機ですが、台湾で着陸とか離陸すると戦争だというふうに言っていました。すぐに戦争スタートと言ってました。しかしですが、その後、アメリカの議員、アメリカの上院ですが、アメリカの空軍、戦略輸送機、現役ではありますが、C-17A、とても大きな輸送機ですが、韓国から台北に行きました。訪問は3時間ほどでしたが、アメリカが台湾に行って宣言したのは、これから台湾にワクチンを寄付するよというふうに言っていました。これについても中共は怒りました。批判はしました。でも中国の国内ではアメリカ軍の輸送機とは言わなかったんですよ。やはり言えないからです。なぜならこの前自分のメディアがやはり言いましたので、アメリカ軍の飛行機が行くと戦争だと言ったので、これはやはり実際的にはできないからです。できないのでやはり言えないんですね。今回についてもいろんな分析はありますが、荷物を運ぶためと言われてありますが、もし荷物だとすればどの荷物でしょうか。普通ならですね、フェデックスを利用すると思います。これはアメリカ政府がもうほぼ指定されているんですが、よく使うところなんですが、もし大事な荷物ですと、当然ですが担当者を決めて、その担当者が運ぶことになりますが、でも大事な荷物を台湾に
その台湾の教会、あるいは台湾の米国、台湾にある事務所ですが、に渡すとなってくると、これは可能性はありますが、どんな大きな荷物、大事な荷物でしょうか。これはわからないんですね。これは可能性としては、もしかしてですね、6月アメリカの上院の3名、韓国から台湾に行った、当時は輸送機で行きましたけれども、これは同じ行動かもしれないと思います。当時はワクチンを寄付すると言いましたが、でも輸送機にはそのワクチンは積んでいなかったんです。中共に説明したのは、ワクチンを寄付するために話に行きましたと。今回はやはり同じ空軍の飛行機です。でも標識とかマークはありません。でも飛行機から降りてきた人間はやはり軍の服を着ています。多分ですが、これはアメリカの作戦ではないかと思います。つまりですね、中共と同じ作戦なんです。慣れてもらうっていう意味なんですよ。つまり、これからアメリカは台湾に対して軍の飛行機はよく行くようになっていくよ、というふうになってくると思います。つまり、中共に慣れてきて、まあ、慣れてもらうという意味です。中共の作戦っていうのは慣れてもらう作戦なんです。例えば尖閣諸島に対しても、台湾の防空識別圏に対しても、自分の戦闘機とか船とか行きます。ギリギリまで行ったり帰ってきます。そして次はギリギリ越えてまた帰ってきます。このような行動を繰り返してしまうと、慣れてきてもらう、慣れてもらうっていう意味なんですよ。この可能性が高いと思います。慣れてきて数年後ですね、もう本当に行くようになります。そのような行動をやっているんですね。もしですね、とても大事な荷物であれば、記者に写真とか動画を撮られることはないと思います。バレないように大事な荷物を運びたいなら、絶対にバレないように方法を考えるでしょうと思います。今回は故意的にバレるようにしました。故意的に、中共にバレてしまったではないんです。アメリカはバレるようにしました。アメリカと台湾の貿易談話がありますので、これは本当に大事なんです。また何かニュースが出てきましたら話をしたいと思います。次ですが、中共の宣伝部署ですが、7月14日、学会を開催しましたが、で私の知り合い、前の、後輩ですが、もう行きましたけれども、話をしてて、とてももう笑うようになりましたけれども、ある学者ですね、そこには発言されました。外国への宣伝っていうのは、国内で宣伝するようになってはいけないよ、というふうに言っています。今回ですね、これをオリンピックの例をしましたが、東京でオリンピックを開催されます。中国の上海からこのような、そういう中継の、車のトラックなんですが、中に撮影の機器いっぱい入っています。そして衛星放送もできますので、それでこのようなトラックが東京で走ってると思います。上海から横浜だったかもしれないんですが、それから東京に行ってですね、移動されて、でこれからですね、このような写真とかいっぱいあってですね、でここにコメントも書いてあるんですが、中国のテレビ局の中継車かなりでかいですし、もうかっこいいと、日本の局、日本のテレビ局のトラックよりも豪華とか、そういうふうに、こういうコメントは書かれてありますが、このようなコメントっていうのは中国が作ってるんですよ、実際的に。これを言いたいのがですね、まさにこの通りですが、で例えばですね、我々は YouTube でリーズチっていう、これはですね、約半年前でしょうか、視聴者方のコメントがありまして、中国はとても幸せではないのかと、このような動画ありますとか、そういうコメントがあったんですよ。で私は説明したのは、これは宣伝ですよって言いました。で今回も同じなんです。これはもうニュースにも出ましたの で例えばですが、今の西洋の、まあ
各国ですが、まあ、日本も含まれていますよ。西洋というのは先進国の話ですので、でこれは中国の政府を批判されたりとか、あまり中国に対してそういうイメージはですね、良いイメージはなくなってくるでしょうと。そして一部の方は、まあ、孔子学院をですね、批判するようになりました。これはですね、我々は反省しないといけないですよって言ってましたね。これはっていうのは、例えばですが、まあ、我々の作戦としては、YouTube ではこのリズチっていう中国の女の子、この子はですね、1500万人以上のファンがついていると。そしてとても有名ですと。外国でみんな知ってると。それは、彼女の責任っていうのは、外国人に対して中国の文化を、宣伝すると。そしてとても、上品、そして、美しい形、美しい表現、美しいその動きでいうふうに表現されていると。そして中国の料理も魅力的と思われるようになりますし、そして伝統的な中国の家具とか器具とか、そしてとても外国人に対して宣伝して中国に対して興味を持ってもらったり、そして中国の生活ですね、そして外国人は中国での生活ですね、興味を持つようになったり、そしてもう夢のような生活ですね、私もそこにいたいねと思ってもらうために、このようなまあ、動画ですね、撮影されていると。で、今回はとても良い事例ではありますが、で、普通の女の子のように見せて、で、外国人に対して、中国では、まあ、触れないもの、あるいは外国では、まあ、中国に対し、もに対してあまり報道されていないもの、いないものですね。そして彼女の特徴としては、中国を宣伝するとか、中国はいいですよとか、我々とても幸せですよとか、言っていません。でも、静かにこのような動きで、長い期間をかけて、数年もかけて宣伝すると。このような形でやりましょうよと言っています。なので、中国はとても素晴らしいですよとか宣伝するとなってくると、とてももう外国人の方も警戒するので、見えなくなってしまうんですよ。そうするとですね、このような形でやりましょうよと、そうすると自然的に、まあ彼らたちというのは外国人たちですが、自然的に中国を愛するようになると。いうことなんですね。つまりですね、孔子学院のやっていることは、政府、今政府なんですが、非政府のようにやってくると、効果はもっといいでしょうと。つまり、孔子学院は政府がやっているんですけれども、これは認めているので、中共も認めているので、それがもし最初から政府がやっている孔子学院ではなくて、このような組織がありますってなってくると、みんな、もう警戒しないようになってくるでしょうというふうに、まあ、なっているんですが、もちろんですが、今回はですね、私の友達も結構話をしましたので、まずですね、外国で中国を宣伝する、そして中国の国内で、まあ、国内のにいる国民に対して宣伝する、これはある意味洗脳ではありますが、なので今までですね、宣伝すると洗脳する、もう全然違うルートですし、違う人間がやっていたんですよ、実際的に。でもですね、今の事情になってくると、ちょっとむちゃくちゃになってくるんですね。その区別がつかなくなってしまったんです。で、私も動画で少しずつ言うようになりましたけれども、普通に正々堂々と、日本語ではこういうふうに書きましょう。中国語の意味はこれです。日本語は訳するとこれです。これでもうコピーしてですね、添付して、コメントを書くようにしましょうと。そうするとですね、日本の社会的な世論をコントロールすることができるんですよ。実際的にですね、本当に怖いんですよ。で、そうするとですね、このむちゃくちゃな状態になってきて、海外での宣伝が国内でもう自慢するようになってくるんですよ。そしてバレてしまうんです。バレないように宣伝することが大事でしょうっていう意味なんですよ。そして、まあ、ゆっくりですね、少しずつ、先の女の子のように、少しずつ宣伝する。中国の良さをアピール。中国の良さを外国人の頭に入れると。これについてですね、私はレーニンを思い出しました。
コメントではありますが、私はトランプ派か、バイデン派か、実はですね、私はトランプが好きとかバイデンが嫌いとかではないんです。政策について話をさせていただいてます。このトランプは当時はこの政策がありました。バイデンは今回はこの政策はありました。この人間性は私は少なくても最近の動画では私は言っていないと思います。ただこれからレーニンですね、レーニンについては人間性を言っていいと思います。やはりレーニンというのはもういないですので、政策、彼は政策は作っていませんので、なので政策を分析するよりはもう人間を、どんな人間だったのか、そして中国との関係なのか、どんな関係なのか、そして日本も、実際的に支援もしましたので、レーニンについてですね。なのでこれについてもまだ次回 でしょうか、機会がありましたら報道したいと思います。レーニンについてですね、明日はですね、このメンバーの限定の動画で今回の宣伝する部署ですね、その、私の友達の話の間ですね、結構面白い話が出ましたので、それについて話をしたいと思います。まあ、これからですね、中国の宣伝する方法は変わると思います。やはりもうバレないようにするのがしていきましょうよと。今回はですね、あまりもバレバレすぎるんですね。あまり良くないですよね、と言われています。なので、これから変わると思います。次ですが、中国の経済、今年の後半になってきましたが、第2四半期 GDP7.9% 下がりました。これはですね、国家統計局が出した数字ではありますが、信用できないとは私も思いますが、でもこれを使わないと他の数字がないんですね。信用できなくてもですね、方向性は見えてくると思います。つまりですね、プラスをきれいに修正されて、プラスになっていくでしょうと。例えば 3% の増加、それを修正されて 6.7.5 修正されて増加されましたよと言います。でもですね、マイナス 3% をプラス 5% に修正するとなってくると、これは本当に厳しいと思います。いろんな周りの数字もバレてしまうので難しいと思います。去年より第2四半期、今年ですが、GDP5.5% の増加になりましたというふうに発表されています。2019年第4四半期、当時は病気の影響はなかったということですので、これに近づいていると。当時ですが、5.8% の増加でした。中国の統計ですが、これは単位についてですが、半年ごとあります。そして月ごと、そして1年。ことですね、半年ごとっていうのは前半と後半ありますので、中国の統計局では7月の初め、あるいは6月の月末までっていうのが前半なんです。来年の1月末まで、2月の初めまでは後半になってくるんですね。これは旧正月を年末にしていることなんです。第1四半期、第2四半期は次なんですが、第3、第4ありますので、次は月を単位にして統計もされています。次になってくると変動が激しいですので、変動が分かりやすいんです。半年とか年間のことの統計になってくると方向性が見えるようになってくると思います。第2四半期 GDP の成長は 5.5% です。これから後半に向かっていきますが、さらに増えることはないと思います。アメリカ、日本、ヨーロッパの事情に関係ありますが、今年の前半、中国の輸出は良かったんです。商品の輸出がたくさんできました。アメリカ、日本、ヨーロッパの需要が増えていました。やはり病気の事情ですが、少しずつ落ち着いてきました。消費に対して需要が増えたという意味なんです。しかし今年の後半になってくると、消費の需要が減ると思います。消費の需要が減って、サービス的な需要が増えるでしょうと思います。サービス的な需要というのは、例えば観光業とか飲食店が少しずつ再開されたりとかは出てくるとでしょうと思います。そうすると、輸入品に対してはあまり、中国製のものはあまりいらなくなってくるでしょうと思います。そうすると中国の輸出は減るという意味なんですが、特に今年の第4四半期、もう年末になってくるんですが、かなり落ちると思います。
不動産なんですが、この間もそうですね、不動産の企業ですが、もう潰れたりとかもあります。不動産の値段を政府がすごい厳しく管理しています。値段が上昇しないように政府が不動産の値段、目安を発表されています。この目安を超えて販売できないんですよ。登録もしてくれません。そうするとですね、売れないんです。でも裏ルートがありますけれども、例えばこの不動産はもともと500万円としましょう。で、今回は政府が指導価格あるいは目安価格というのがありますので、そこにはこの地域一つの1平方メートルの単価書かれてありますの で、これがだいたい例えばですね、500万円ですが300万円と350万円指導されています。だいたいこれぐらいなんですけれども、でそうするとですね、その不動産の持ち主はやはり売りたくないんですね。値段を下げるまではやはりこの不動産の中には例えば骨董品の椅子とか骨董品置いておきますとか、その骨董品も一緒にこの不動産と一緒に売るという意味なんです。そうすると骨董品の値段が150万円と、つまり350万円の指導価格に対してプラスされて骨董品椅子2つ150万円、そうすると、まあ、同じく500万円で売れるでしょうというふうに、そういうふうな行動はやっています。なので中国の商売人あるいは、まあ、売る人ですね、当然ですが買う人も賢いです、売る人も賢いです。みんなやはり自分の利益ですね大事にしていますので、政府のそういう、まあ、政策をいろいろ出されてありますが、その、まあ、抜け道というか裏ルートを考えるのが本当に中国人は得意なんですよ。まだですね、まだ機会がありましたら話をしたいと思います。いろんなルートがありますので、不動産を買うにはあるいはもうその売買するにはですね、ために離婚する人もカップルも普通にありますので、もう普通に離婚して不動産をね売買してまた結婚したりとか、当然ですがそれで結婚できなく再婚できなくなって実は裏に愛人がいましたとか、そういう話も非常に多かったんですよ。まだ話、まあ、機会ありましたら話をしたいと思います。今年の後半になってくると不動産の売買の数ですね、減ってくると思います。まあ、静かに なると思います。そうすると長い期間で見ると不動産の値段というのは減ると思います、減ってくると思います、下がると思います。なぜなら銀行がお金貸してくれないんですよ。銀行にもお金がないんですよ。かなりの期間が要するので。次ですが原材料の値段ですね、これは上昇しています。投資についてですが、6月の投資 12.6% の増加、これは不動産の投資も入れています。あるいはインフラ投資ですが、第1四半期は 15.4% でしたが減っているという意味ですが、固定資産投資は不動産です。まあ、減っているということで、次はインフラなどの投資ですがやはり減っています。国営企業の建設の企業ですが、私の友達ではありますが、基本給はもう本当に支給できるかできないかギリギリまで来ているというふうに聞きました。今日です。聞いたんです。消費について、6月の消費ですが 4.9% の増加です。でも GDP ですが、GDP は 5.5% の増加でした。これはまたおかしいんですよね。GDP は 5.5% 増加、消費は 4.9% 増加。これで見えるというのは、消費で GDP を引っ張ってはいないんです。つまり、これから中国の経済は落ち着くより、もう下がっていくと思います。今まで中国の経済は悪化してくると、政府がすぐに不動産にお金を入れます。みんな不動産を買い出します。そうすると不動産の値段はどんどん上がるようになります。次ですが、インフラの投資、道路の整備とか、鉄道の建設とか、高速道路なども作ります。そうすると、まあこの行動で経済を引っ張るという意味ではあります。今はできなくなりました。インフラ投資、地方政府は銀行からお金を借ります。今銀行にお金がなくなりましたので、この間準備預金制度を調整されましたが、これで銀行が少し余裕ができるようになりましたけれども、
でもこれからはやはり厳しいです。不動産の値段がやはり高すぎるんですね。これ以上上がると金融危機起きるリスクはあると政府が判断してあります。そして値段をコントロールするようになったんです。インフレですが CPI 0.5% 上昇です。中国の物価ですがこの数十年間ずっと上昇してきています。でも今年の前半ですが物価はある意味安定しています。原因というのはやはり豚肉の値段ですが下落しているからです。次ですが生産者物価指数というのがありますので PPI 工業企業製品の出荷価格ですが、しかし PPI 今年の前半 5.1% の増加です。つまりですがPPI は CPI の物価上昇率より高い、そして急速に上がっているという意味なんですが、工場が製品を製造する原材料コストが高くなりました。でも市場で売る値段は安いんです。値上げしてはいけないんです。売れないからです。つまり企業は儲からないという意味なんですよ。利益はあまりないという意味なんです。そうすると工場関連するこの業界、この産業のサプライチェーンに入っている企業たちはみんな儲からないという意味なんです。原因はやはり2つありますが、1つは消費者お金がないからです。あまり買い物をしたいという意欲があまりないんです。次は企業です。これからは製造したくないでしょう。生産しても儲からないからなんですよ。まとめると今年の6月が最高でした。これからは下がっていくと思います。これが方向性だというふうに思います。中国の文化あるいは中国のメンツが大事なんですが、でもですね、メンツよりもメンツの裏がもっと大事なんです。メンツっていうのは道具なんです。自分を宣伝する道具なんです。あるいは自己 PR する道具なんです。中国の文化っていうのは弱いものをいじめる、強いものに従うっていう意味なんです。これが中国の文化なんですよ。中国の伝統的な知恵っていうのは正確に知る、そして発見する、どれが弱いのか、どの人が強いのか、これをすぐに正確に見つけるっていうことが強いんです。メンツっていうのは自分が強いですよとみんなに見せることです。やられるとやり返すよという意味です。でも知恵はあります。この人は強いですね、怖いです、この人に従うと、ある意味ですね、もうある日は利益を渡すっていう意味です。つまり人脈が大事なんです。これは外国との付き合いも同じなんですけれども、外国の要人と付き合っていく、どの国の要人が大事なのか、どの国の要人が大切なのか、強いのか、これはすぐに判断できるんです。すぐに判断して、その中国はメンツと言いますが、自分の国内では、国際社会ではメンツはすごい大事です。やはりこれは強い、強く見せるためです。でも裏では実に弱いです。もう時間がありましたら、隙間がありましたら、お土産とか持ってですね、お願いしますとか、普通に行きますので、これが裏でやっていることです。でも表では強いです。そのような行動をやっています。なので我々は外務報道官では戦う狼のように見えますが、裏ではもう普通にですね、笑顔でお土産を持って訪問とかに行ったりもしていますので、そういう事情なんですけれども、この動画はここまでにしたいと思います。まだ次、例に、について話をしたいと思いますが、そして明日の、メンバー限定の動画では、中国の宣伝部の内部の話をしたいと思います、きっと面白いではないかと思います。よろしくお願いいたします。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。